今日は唐揚げが評判のラーメン屋が瑞穂区にあると聞いたので、ひな屋に突入しました。注文は味噌から揚げラーメン900円です。少し待って、尺丼です。唐揚げが5つも入ってます。野菜もたくさん入ってます。麺は中細の縮れ麺ですね。それではいただきます。まずはスープからいただきます。ダク系の味噌をよく食べたせいか、少し物足りなくあっさりに感じます。麺は縮れ麺なので、そのスープが絡みます。コシが感じられて美味しいです。そして唐揚げです。揚げたてで熱々です。口の中をやけどしそうです。どちらかというと油少なめの鶏肉です。唐揚げは食べ慣れていないので比較ができないですが、油少なめの鶏肉で好みではなかった。それにしてもこのボリュームはすごいです。お腹がいっぱいになりました。何はともあれ、今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。